皆さんこんにちは、ビームスプレスの三条花摘です。今回第4回目はパンツについてです。もう4回目ということなので、私も今日張り切って緑着てみました。どうでしょうか？いやいや、華やかかなと思って冬物ですもんね。これ、はい、秋冬物になります。でもすごいいいっすね。すごいいいっす、はい、本当に思ってらっしゃいますか？すごいに刺激的。なんていうんですか、いや、やっぱメンズだとやっぱなかなか着れない色だし、やっぱ女性らしいなってすごい思いますよ。薄かった、はい、グリーンってあんまり使われることないですね。メンズは結構流れはねずっと来てるけど難しいね。なかなかメンズでは受け入れられにくい 色かな。深い、だからダークグリーンとかですね、使えても結構明るいですもんね。そうじゃあちょっと今日は華やかしでグリーンで決めさせていただければよろしいでしょうか？ノーコメントです。ノーコメント、かしこまりました。ありがとうございます。今回パンツということなんですが、西口さん、秋冬シーズンで、はい、新しいトピックスとなるパンツっていうのはどういったものになりますでしょうか？一つはカーゴパンツなんですけれども、どちらかといえばそのリアルな太くて股上も深い、ラギッドなカーゴパンツというのが、一つの傾向としてあります。前回出てきたものと違うのは、前回出てきたのはちょっと細くて、本当にこう細いスラックスにカーゴポケットをつけたようなものだったんですけれども、今出てきているものはどちらかといえばリアルなカーゴパンツを落とし込んだようなものがイタリアの各サプライヤーから出てきているという傾向にあります。でもう一つはチェックパンツです。チェックパンツの中でもなんて言うんでしょうか、まあ、傾向としては大柄であるというところがポイントです。だクラシックなこういったグレンプレードや、こちらにはありませんが私が着ているようなジャケットのこういう千鳥帽子とか、いわゆるモノトーンの傾向にあるものと、あとはタータンチェックです。で、タータンチェックに関しても大柄であるというところがポイントです。ですのでどちらかではこうビジネスというよりはこうカジュアルで履くようなドレススラックスのチェックパンツというのが今注目されているという感じです。なるほど。ちなみにカーゴパンツとかって着こなし方とかってあるんですか？今のミックススタイルの中ではジャケットを普通に着ていただいても全然大丈夫ですね。なので普通のテーラードジャケットにわざとカーゴパンツを履いて、足元は、タセルローファーを履くみたいな、そういう感じですね。だからまあ普通はチノパンとかウールパンツを合わせるところをあえて履いてるという、そういうアイテムですかね、はい、じゃあ意外に簡単に取り入れていける。そうですね、シルエット自体も太いので、まあ好みはあると思うんですけれども、ぜひチャレンジしていただきたいですね。だからそんなに難しく考えずに、まあだからテイストを寄せすぎないっていう方がいいかなと思います。だから綺麗なものに合わせた方が今の流れとしてはいいなと思います、まあ、ラギッドなもの同士合わせないで、ちょっとそういう綺麗なテーラー、例えばブレザーとかね。そうですね、ブレザー、そういうどちらかというと品行方正なものとちょっとこういうラギッドなものを合わせた方が今の雰囲気かなっていうところ、まあ、持ってるアイテムでだからほぼ合わせられるっていうね。そうですね、感じだと思います、はい。中村さんのお気に入りはあるんですか？僕はお気に入りっていうか、昔ビームス入ったばっかりの頃にすごいよく履いてたこのタータンチェックのパンツ、当時はちょっとフレンチのトラッドみたいな流れがあって、こういうタータンチェックのパンツをよくやっぱり履いてたっていうのがあって、なんか当時もこうブレザーにタータンチェックのパンツみたいなのを、まあ、履くスタイルがあったので、まあ、すごい馴染みがあるから懐かしいなっていう、まあ、感じがするんですけど、当時はこういうの履いてるとゴルフやるんですかとか必ず聞かれたもんなんですけど、今さすがにゴルフでタータンチェックのパンツ履く人あんまりいないから、うん、あんまそういうふうに、ね、聞かれなくなってたけども、なんか逆に今 その30代とか40代の人たちってそういうの通ってきてないから、逆に新鮮なのかもしれないなっていうふうには思う。もともとはすごくトラディショナルなアイテム
まあ、これもリバイバルしてるみたいなところは自分の中では感じてるんですけど、そうじゃない人たちにはすごく新しく見えるアイテムかなっていうふうに思います。メンズのパンツとなると、シングル、ダブルだったりいろいろと仕様があると思うんですけど、なんかそういった改めて解説を聞けたらいいなって思います。すごいね。まあ、よく、まあ、西口のインスタグラムの、ね、質問とか僕の、ブログにもよく、ね、お問い合わせとかがあって、非常にその裾の処理っていうのの質問もすごいよね。はい、ネタに避けられないですよね。まあまあそうだね。でも基本的に本当のフォーマルなもの以外は結構僕らはダブルで履くことが多いよね。ウールのパンツなんかは特にちょっとドレスっぽいものはやっぱり、ダブルで履いて、でカジュアルのパンツはこういうふうにステッチをねこう入れる、叩き上げってよく言うんですけど、シングルのそのカジュアルのパンツはこういうふうに直す場合が多いよね。はい、であんまりこう祭ったこう本当のシングルっていうのはフォーマルっぽいものしかあんまりやらないっていうのが大体基本ラインだよね。基本です。それが基本ですね。なんか女性だとこうパンツを買った時にお直しって絶対マストでついてくるってイメージではあんまりないので、なんか絶対にこうシングルダブルのこだわりがあるとかってあんまり身近じゃないような気がしたんですけど、なんか男性ってやっぱりこだわりがあるのかなって思ってました。まあ、あと質問で皆さんからよくあるのは 幅の話だよね。幅です。ダブルの幅、ダブルの幅を何センチかなり多いんですか。多いね。まあ、一般的には本当はこの股下の、ね、長さで決めて、短い時にあんまり厚いダブルにすると逆に 足を長く見せる効果はないので、まあ、例えば短い人は4センチにする、足の長い人は 4.5 とか、まあ、ケースによっては5センチにするみたいな人も、まあ、いるよね。だから、はい、その辺は、まあ、まあ見た目の感じなんであんまりこう数字でね何センチって決めなくてもいいかなと思うんですけど、まあ、一般的には 4.5 センチっていう人が多いっていうのは今の傾向だよね。そうですね。はい、でこういうステッチかけるときは 2.5 センチぐらいの幅でっていうのが一般的には今多いっていうぐらいですね。そこは割とまあ男の そのこだわりで。じゃあ西口さんなんか足が長いから長そうだなと思って。 4.5 でも5でもいいんだけど、俺が 4.5 とか 5にしたら足短く直さないでちゃうからだから4センチは 4.5 ぐらいの方がいいんじゃないのって、西口は 4.5 から5センチぐらいでもいいのっていう、まあ、そういう話で、なんなら7センチいけるとかって話ではないセンチいけない俺はね、ないな。それいけないですか。それはないさすがに。ないですね。あ、まあ、歴史上もなさそうなので新しい文化を作っちゃう感じになっちゃう。トレンドを作るみたいな、ね、そうですね、ファッションニスタだから、ね、世界的インスタグラマーで、なんか、まあ、本当のね、もっと遡って僕がこういういわゆるトラディショナルな洋服のセオリーを学んだ時はよくあったのは、ここのウエスマンってこの幅あるよね、これとダブルの幅を合わせるっていう、あの時代もあったんだけど、今はあんまりそういうのはないんですけど、もともとのそのすごくやっぱり日本にそういう洋服のルールみたいに入った人がそういうことを言われた時代もありました。そうなんです、ね。うん、だけど今はそれはもう当てはまらなくなっちゃってるんで、時代に合わせてちょっとやっぱり今後もしかしたら細いのが出てくるかもしれないですね。トレンドの流れでっていう感じですね。今はだから 4.5 センチぐらいが平均的に多くて、ステッチかける場合は 2.5 センチぐらいの幅で上げるっていうのが多いっていうことだけが言えるかなっていう。勉強になります。そうですね。自分が入社した時が17、8年前なんですけど、ビームスにその時はまだ4センチでしたね。あ、そうなんですね。うん、そのトレンドとかがっていうことですか。そうそう、裾幅とか裾幅、まあ、股上の深さとかもそうなんですけど、裾幅とかも変わってきてるじゃないですか。あと股下のなんていうんでしょう、長さ、丈の感じ、クッションを入れるのか入れないのかとか、はいはい、それもちょっとトレンドがあるんで、それによってこう微妙に変わっていくのが幅なんですよね。ただ基本ラインはその中村さんが言ったように、カジュアルのパンツとかチノパンは叩き上げでして、ドレスパンツはクリスいわゆるアイロン当ててピシッと履くようなパンツは基本ダブルっていうところになりますかね。まあ、自分もずっと そんな感じですね。なんかメンズは大変だと思うでしょ。思いますね。 そうだよね。そういうなんか暗黙のルールみたいなものが多分あって、
そこの中でみんなが迷ってて、まあ、多分西口さんに質問を、ね、そうですよね、されるっていうところは、まあ、あるから、だから、まあ、皆さんそのメンズの方は失敗したくないっていうのがあって、うん、あとはね、割とこうみんながルールを決めたいっていうところがメンズはあるよね、うん、はい、ルールから外れたくないっていうのもあるっていうのはね、そこも大きいかな。難しいですね、なんか女性にはないような大変さ、うんうん、そうだから、それすごいおしゃれなのにコーディネート完璧なのに、その例えば裾が違うとかだと、もうそれだけで見られちゃうんですね、そういう風に。そう、そうあマイナ限定みたいな感じで どう思われるんですか、そういう人を見つけたら。惜しいなとか、こうしたらいいのになとかっていうのはやっぱ思いますよね、うんうん、もう思っちゃうというか職業病ですね、うん、はい。女性の場合は11号の人が9号のパンツ開けたら嬉しいとかって、そういう、いや、そう、ダイエット的なそういうのはよく聞くよね。そうですよね、うん、そういうのはよく聞くよね。まあ、でもなんか女性の中でそういうなんかルールでうわやってない、あ惜しいなみたいなのはあんまり感じないですよね。結構自由に可愛いことしてる方がいたら、あ可愛いみたいな、うんうん、そこはこのメンズのルールっていうみたいな、うん、でもメンズもそういうところは本当はあるんだけれども、うん、なんかやっぱそこに踏み込めないっていうねところもあるから、そうするとやっぱりルールから外れたくはないっていう方は多い、うん、確かに多いことは多いね。決まりきってるわけじゃないんですよ、だから、うん、そうですね、そうそう、本当に反則とかないんですよ、はいはい、だから本当ルールというよりはまあセオリーというか、うん、そのなんとなくの決まり事というか、まあ、なんだろうね、まあ、ガイドライン的なことだ、ね、そうです、ガイドライン、簡単に言ってみればそうじゃなきゃいけないことはないっていう、うんうん、そうです、そうです。なんかあの簡単に言ったら高校の校則がある中で楽しんでるみたいなことですよね。まあまあまあ、そういうことも言えるかな言えるかな高速ほどの縛りはない、縛りはない、ね、そうかそうか、そうですよね、そうそう、軽いルールの中でいかに楽しめるか、ね、あの西口さんはインスタとかお見かけしても、あのドレスのパンツはもちろんなんですが、あの今日みたいにデニム履かれている印象もすごい、うん、あの感じるんですが、それぞれの俺流のポイントみたいなところ西口流みたいなありますか？デニムですか？デニムだったり、うん、そのパンツだったり。そうですね、まあ、でもデニムとかだと真似しやすいですよね。よくでも聞かれるのが、その股下は何センチですかとかもあるんですよ。それパンツの長さですか？それとも西口さんの体の話ですか？そう、そう、どっちなのか分からないんですけどだからそういうこととか、あと裾幅何センチですかとか、うん、そういうのは聞かれることが多いんです。あとどういう丈の長さがおすすめですかとかも聞かれることが多いんですけど、やっぱり靴の相性でパンツの丈の長さって、まあ、女性もそうだと思うんですけど、まあ、ヒールがあるとかないとかもそれも大きいと思うんですけど、まあ、メンズの場合も特にそこで1センチ2センチ変わってくるんですよ。だから最近はちょっと傾向としては昔ほど細くなくなってきたので、股下自体は絶対に長くなるんですよ、うん、簡単に言うと細いパンツだと足首ら辺で止まっちゃいますけど、広くなればなるほど下に落ちていくじゃないですか。なるほど、だからあまりこう、ね、引っかかるところなくて、はい、そうかそうか、そうですよね、スキニーみたいな細いと止まってしまう、ふくらはぎに引っかかるしね。そうですね、だからパンツは最低限その、まあ、今というか、まあ、これからもそうだと思うんですけど、ギュッと細いのから変わってきたことで綺麗なシルエットを保つようには自分なりにはすごい気にしてますね。立ち姿勢が綺麗なことが一番なので、やっぱりできるだけ、まあ、まあちょっとどうなんでしょう、プロ意識なのかちょっとわからないんですけど、やっぱ綺麗に見える、常に綺麗に見せたいっていうのがあるので、クリースは消えないようにとか、まあね、クリースが入ってないパンツでも、まあ、かっこよく見せる術はもちろんあると思うんですけど、できるだけシワが寄らないようにとか、まあ、そういうことはこだわってますね。でもパンツに対してこれっていうわけではなくて、パンツをきれいに見せるためにさまざまな方向からこうスタイルを見せる時のこだわりみたいなところ、ね、気は使っちゃいますね、やっぱり。さすがファッションにする、もうこれは世界の西口と歌ってしまっていいんじゃないでしょうか。まあまあいそうな感じしますよ、世界の西口。いや違う違う、あそうじゃん違う、あそういう、こう気を使い方しちゃってる人。そうなんですね、うん、膝が出るっていうのはやっぱみんな悩み持ってると思うね、特にね。
ずっと座り仕事して立ったらやっぱ膝出てるとかっていうのは、まあ、仕方がないことだけど、だからまあ膝の出にくいパンツを選ぶとかっていうのもあるよね、はいはい、コットンなんかはやっぱり膝が出やすいパンツ、出にくいパンツって僕らもだからオーダーするときは結構そういう、ね、これあんまり膝が 出そうじゃないねみたいな生地は選ぶけれどもね、はい、で実際に履いてみると意外とまあストレッチが効いたりすると膝が出ちゃうみたいなのはあるので、まあ、バイングするときにそれを気を使って多分膝出そうもないなみたいなのを考えてるのはあんまりいなくて、僕らは結構考えるよね、気にしてますね、こう伸びて型崩れしないかなみたいなのを生地をこうギュッと伸ばしてみて、すごい、まあ、それは 僕らよくやってるからです、やりますね、うん、だそれは従者言うように膝が出るとあんまりスタイルがよく見えないから、うん、オーダーするときにお客様のことをまあ考えてそういうふうにしないものを選ぶっていうのを考えてるっていう、残念でしょう、まあまあそうですよね、うん、せっかく買ったのであれば、はい、もうもったいないっていう、うん、なんかそれはもう女性でもそうですけど、トップスって、まあ、ジャケットとか除いて、うん、トップスがなんか決まっててもボトムスのサイズ合ってないのってすごい、うん、まあまあ、もったいないなみたいな、まあ、だからメンズもいいメンズもそうかもしれないけど、多分上着とかの、ね、上に着るものトップスよりもパンツに対する悩みっていうのが、うん、多分あると思う、多いんじゃないかなっていうのが、それはメンズもそうじゃないかなっていうふうには、うん、思うよね、あ、はい、ありますね、なるほど、ありがとうございます。以上でパンツ編が終わりになります。男性も女性もボトムスにこだわることが大切なんだなと改めて実感できました。次回はラストでアウター編です。